巨人ファン集合、はい。恩返し、やね。宇佐美は要さよならとかギリギリのとこで打ってたな。すまん、なんであの場面で防御率5点台の投手が出てくるの？一般的巨人ファンなら船場様出した時点で敗北確信したよな。まあ今日は大城やったな。今村出した時点で終わってた。月通多すぎた。まあ宇佐美なら多少ダメージ和らぐからええわ。宇佐美は俺の夢、現実になる。最終回の原と立浪の采配合戦めちゃくちゃ熱かったな。先頭出した時点でね。まあ延長で負けるよりええやろ。まあ同点じゃ勝てんわな。てか角脇打撃上がってきてるんだからもっと使ってほしい。今回に関してはさすがに今村かわいそうやろ。中継ぎ全滅してて草。宇佐美はついに完成したんかな。未だに今年の試合見る意味ってなんかあるの？中川ベンチに入ってなかったん？9回中川10回 P デイデイやん。船場様があまりにもおかしい。あんなの許されない。普通延長入ったら一番いい投手から使っていかない？大勢、戻ってこい。リクエストの時すれどんな感じやったん？早く原のリクエストインタビューが欲しい。岡本いつもファーストゴロ抜かれてない？大勢は今年もう無理なんか？宇佐美の浮きますオーラがすごかった。全盛期の阿部みたいやん。まあでも1点じゃ勝てないでしょ。大勢って多分やばい怪我してるぞあれ。コンディション不良とか言ってるけど、気候ばかりする。お年だしゆっくりご意見番でもして余生を過ごしてください。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。